カイ・ハバーツはドイツアーヘン出身のサッカー選手。チェルシー FC 所属。ドイツ代表。ポジションはミッドフィルダーフォワード。2010年にバイエル・レバー空前のユースチームに加入した。2016年10月15日、ブンデスリーガのベルダーブレーメン戦でトップチームデビュー並びにリーグデビューを果たすが、チームは1から2で敗北した。この時、 彼は17歳と126日であったが、これは、ブンデスリーガ史上8番目の若さでのデビューとなった。2017年2月17日には、カリムベララビエの初アシストを記録した。4月8日のボルフスブルク戦でクラブ初得点を記録し、17歳での得点も、ブンデスリーガ史上最年少得点となった。2019から20シーズンの後半は、ケビン・ホラントの負傷により、 センターフォワードとして起用された。二千二十年五月二十四日、第二十七節のボルシア・メンヒエングラートバッハ、戦では四試合連続ゴールを決めて、勝利に貢献した。続く五月二十九日、第二十九節の SC フライブルクでも得点を決め、ブンデスリーガにおいて、史上初となる当時二十一歳以下で三十五得点を決めた選手となった。二千二十年九月四日、 チェルシー FC と5年契約を締結したことが発表された。背番号は、レバー空前時代と同じ29番。9月14日、シーズン開幕戦のブライトン戦でデビューを果たした。2021年5月29日、UEFA チャンピオンズリーグ決勝のマンチェスターシティ FC 戦ではマウントから、スルーパスを受け相手 GK、エデルソンを交わし、 優勝に貢献する決勝点を決め、1997年以降の CL 決勝で得点を決めたドイツ人で最年少ゴールを記録した。2018年8月29日、ヨアヒム・レーブ率いるフル代表のドイツ代表に招集された。9月9日、親善試合のペルー戦にて88分、ティモ・ベルナートの交代でフル代表デビューを飾った。 2019年10月9日、アルゼンチンとの親善試合で代表初得点を記録。2021年5月、UEFA ユーロ二2 0 2 0に臨むドイツ、代表メンバーに選出された。グループリーグ第2戦のポルトガル戦で、決勝ゴールを決め、4から2での勝利に貢献。第3戦のハンガリー戦では1ゴールを決め、決勝トーナメント進出の立役者となった。ありがとうございます。